こんにちは。まずは問題の内容確認から行っていきます。半径18センチで中心角30度の扇形と、半径が12センチで中心角30度の扇形を重ねました。その時にここの頂点頂点を結んだ間の部分の面積ですね。これを求めなさいっていう問題です。で、方針自体はね、立てやすそうです。扇形と扇形の間の部分ですね。この部分からこれとこれを引いたら斜線部分の面積が出てきます。まずは簡単に求められるこの扇形から扇形引いた部分、ここまず式を立てていきますね。18×18×π×中心角が30度だから12分の1ですね。から12×12×π×12分の1、これを引きます。そうするとこの部分共通ですから 18×18324 ですね。 12×12144 引き算して 180の12分の1 15×π、 もうこれ計算しておきましょうか。 47.1 平方センチメートル、こうですね。問題はこの部分です。こことここの部分の面積をどういう風に求めるかなんですけれども、30度で思い出してほしいのは30度問題ですね。ただ30度問題でこういう形で出てくるのは二等辺三角形です。こういうような扇形じゃなくて、ここまっすぐの図なんですね。じゃあまっすぐの図を今書いてみます。はい、こっちの図でこの曲線になってる部分をまっすぐにした線ですね。ここをまっすぐ、ここをまっすぐにした図。こういう図を書いてみました。この図で、ここの部分、ここの部分は、この図でのこの部分、この部分でも同じですよね。ということは、この図で一生懸命ここの部分求めてやらなくても、こっち側の図で、この部分とこの部分を求めてやればいいわけですね。じゃあ、どういう風にしてやるかなんですけども、この三角形全体ですよね。18センチ、18センチの二等辺三角形の面積。これを求めれます。12センチの二等辺三角形の面積、同じように求めれますよね。そうすると、この台形の部分です。こことここ平行になって、これ台形なんですけど、この台形についてこの面積の割合を出してやったらいいんですね。で、この二等辺三角形12センチ、18センチで、相似比が12対18を簡単にして、2対3です。そうすると、ここの長さの比、2対3になります。この図だけではちょっと分かりにくいと思うので、これこっち側に回した図を書いてみますね。はい、そうするとこの図でこう2対3で、これとこれが平行です。そうするとこのバッテンで、この三角形とこの三角形で相似形になっています。ここは2対3だから2対3ですし、2対3になっています。そうするとこの三角形とこの三角形の面積の比が2対3。ここが2対3だから、これとこれが2対3ですね。面積比は、4、6、9。まあ、ここも同じように6になります。2対3ですね。で、2対3、2対3になっていることがわかります。もちろん、この面積比については、毎回こことここの比を確認しながら、ここの面積比出していかなくても、ここが A 対 B だったら、A×A 対 A×B 対 B×B っていう風に覚えておくと、面積比については非常に便利にできますね。じゃあ、こっちの三角形に戻りますけど、この三角形っていうのは、頂角が30度の二等辺三角形ですね。この三角形の面積を考えるときには、こういうふうに30度の三角形ですね。ここを底辺としたときに、20、二等辺三角形だから、こっちも20ですよね。で、そして高さを考えたときに、こういうふうに引くと、この三角形っていうのは正三角形の半分になるから高さが10になります。こっちでも一緒ですね。ここ底辺が18センチだったら高さが9センチ。底辺が12センチだったら高さが6センチです。っていうことは 18×、底辺18で高さ9ですね。かける9かける2分の1。そこから 12×6×2 分の1。
そうすると、この形の面積が出てきますね。この部分ですね。面積比は4対6対6対9なんで、全部足すと25です。そのうちのいらない部分、25分の、ここですね。25分の10に。これを計算したものをここから引いてやればよかったんですね。計算しますね。81-36、45ですね。かける25分の12。108を5で割って21.6。47.1-21.6 で 25.5。平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。まあ、この問題一つ解くのにもね、いろいろなテクニック使います。30度問題の三角形とか、これ台形ペケポンって言いますけど、台形ペケポン作ると。その前に全体引く部分で考えていこうという方針もきちっと立てないといけないですね。いろいろな力を試す両問だと思います。今回は以上です。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。